どうも斉藤紳士でございます。さあいよいよ今日がやってまいりました、芥川賞をね、候補作を全て読みまして予想するというのを気づけばもう4回目ですか。はい、引き分け1敗1勝、1勝1敗1引き分けってな感じですかね。今までの戦績は今回で進化が問われるのではないかなと思うんですけれども、一番最初に言っておきますけれども、これは決して逃げではなく、どの作品も受賞作にふさわしいと思いますし、どの作品が受賞したからといっていやそれはないわってならないんですよね。というのは各々がいいんですよ。違った良さがあるので、あその良さが良かったのねと、簡単に言うと酸っぱいもんが今日は食べたかったのねみたいなもんですよ、これだってこのね、お菓子チョコレートは甘さではダントツやから、お菓子の中では王様だけれども、チョコレートと梅干しを競わせてるようなもんですからね、今はちょっと酸っぱいものを食べたいのよって言ったらチョコレートは勝ち目がないみたいな、例えがどうなんだということですけどまあそれぐらい各々の良さがあって、どれが評価されるかっていうのは分からないですし、多分今回割れるんちゃうかなと僕は思っております。はい、でなので僕個人の個人的な評価で、なので聞き流してください。はい、で当たったら自慢します。すごくな 言うたやろ、ね、言いますけど、外れたらいやいやだから言うてたんや最初に、どれ取っても一緒やってみたいないうふうに逃げたいと思いますけれども、僕まず5作品を読んで、僕の中で、これはないかなと思った2作品はまず落選しました。それが、鈴木すずみさんのグレースですと、佐藤敦さんの荒地の家族、この2作品は外しました。理由は村上龍っぽい中上健二っぽいからです、これは異論あると思いますよ。お二人のファンの方からは全然違うって言うかもしれないですけど、僕は昔からもうこの村上龍中上健二をずっと呼んできて、やっぱりちょっと似てる部分があると、ちょっとそう読んでしまいましたね、なのでだからこのでも文豪2人に似てるということは力はあるんですよ、この2人はね。だからそこを買われて受賞っていうのは全然あると思うんです。でというか純文学の賞ならばこの2人が取るのが正解だと思いますよ。それぐらいこの2人はすごい文章を書かれます。ただ僕は、そう読んじゃったので、もうちょっと特に鈴木すずみさんの場合は、僕は龍さんで同じような作品をたくさん見ていると、もうちょっといい今はそういう性描写とかはってなってしまったので、これは完全に個人的なやつです、ごめんなさい。はい、でで 3つに絞りました。ジャクソン一人か、開墾地か、この世の喜びよかで、これはもうここも好き嫌いです、完全に。そうですね。でジャクソン一人は外しましたね。個性的すぎたということですよね、僕の中ではね。で作品よりもどっちかというと作者に興味がいっちゃいました。で読んでる最中も作者がちらついたので、もうでもこれは好き好み、これこそジャクソン一人が取ったって何ら僕はおかしくないと思いますけれども。で開墾地と、この世の喜びよが、残りました。正直僕今回全てを読む前にもうこれが多分受賞作だろうってどうしても人間って考えるじゃないですか。いやフラットに見たよって言ったって嘘ですよ、絶対ちょっとバイアスかかってるんですよ。ちょっとああこの人ちゃうのってあらかじめ予想立てる、じゃないですか。で僕は正直井戸川愛子さんでしょどうせ、か鈴木すずみさんかどっちかだよ絶対、あとのは当て馬だよって思いながら読んだんですけどっていうね、一応ところがあってなんです。でもこの世の喜びは読んで、うわやっぱすごいわすごいわこの人って思いました。なので本当のこと言うとここダブル受賞かなと僕は思ってます。ただなんかやっぱり一個に絞りたいなと今回は思ったので、開墾地にしますというのは開墾地っていうのは人と人と
がこう生きていく中で何かをこう伝え合って理解し合って安らぎをこう求め合って得てっていうような本当に何て言うんですかね、最も初歩的なところの人間のこの交流っていうものの大切さっていうものをすごくあの短いお話の中に感じましたし、言ってみれば短編ですよね。短編なんですけど、その中にそれこそクズっていうね、一つモチーフっていうのもすごく生きてますし、本当にその異物として外来物として来て、その地にそれでも安住してというような部分でのこう人間の強さであったり逆に弱さであったりっていうようなものを丁寧に書いているなというふうに思いました。ので僕は開墾地が一番良かったかなと。でダブル受賞だったら間違いなく僕はこの世の喜びが入ってくると思うんですけども、この世の喜びはとても素晴らしい作品だったんですけど、僕3回読んだんですよ実は。なぜかというと1回目は全く分からなかったです。読んでも何を言うてんのっていうか、もう途中からもう誰が誰のこと言ってるかさっぱり分からなくなって、あなたあなた言うてお前ね、小坂明子かっていうぐらいあなたあなたって言うんで、ね、ふざけんじゃないと子犬の横にはあなたかいとね思ったんですけれどもそれでもまあ僕がすごい一番こういつもよく思ってる、こう人にはそれぞれの生活っていうのがあって、その中に喜びや幸せっていうものを些細なことに感じるっていう、でそれは共有しようというもんじゃなくて一人でこう抱きかかえて慈しむものだみたいな風に僕は思っていて、それをすごくよく描いてるんで、作品としては僕多分一番好きなんですよ、この世の喜び。あと、文章のうまさというか、もうその詩的な部分のうまさっていうものも素晴らしかったですし、ただもう問題1個だけ問題点があって、もうそれが二人称なんですよ。はい、僕は二人称の作品で「ウホッホ探検隊」っていうすごい好きな、小説があって、光あがたさんの、なぜ二人称にするのかっていうところが、二人称って飛び道具なように見えるんですよ。だいたい一人称か三人称で書くの で飛び道具を使うんであればそこに明確な、なんていうんですか、効果がないとダメで、僕は二人称にする効果っていうのは語り手とその対象の人の関係性ですよね。ここっていうのが主題ですっていうふうに大きくボンと出る作品が二人称を扱っていいと思うんですよ。っていうかそうやって出るもんなんですよ。保坂和志さんが言ってましたけど、純文学っていうのにはネガティブな磁場があるとね。例えば男が立っていたって文章で読んだらどう立っていたと思います？こうやってこうやって立っていたようには思わないですよね。やっぱこうふっと立っているっていう感じが しませんか？それは文章にはやっぱりどうしてもネガティブな磁場がある。男が立っていたっていうとポツンと佇んでいるようにどうしても見えてしまう、っていう性質があると。でそういうことを考えた上でも二人称にするとさらにそのネガティブな磁場っていうのが強固になると思うんです。僕はあなたはそこに立っていた。どうですか？あなたはそこになんかどうもどうもとか言いながら立ってたと思いますか？あなたはそこに立っていたって始まったら、例えば小説がやっぱり何かを思いながらちょっと思い悩んでいるようにこう立っているように思いませんか？それぐらいやっぱりこうネガティブな磁場っていうものがあって、あなたあなたと問いかけるこの世の喜びはその効果がないんですよ。なぜないかというと、あなたと語りかけてるその語り手が誰か分かんないからです。これ明示されてないんですよ。誰か分かんない。これをだから分からず1回目は読みました。2回目はこれあなたって言ってるのは途中で出てくる少女じゃないのかなと思って読んだんです。でもしっくりこないんです。なぜかっていうと三人称で書かれているような、例えば職場のバックヤードでの話とかも出てくるわけですよ。少女はバックヤードの世界を知らない、見てないはずなのに、誰かから話を聞いたとして想像で言っているのか、じゃあなぜ二人称にしたの？それやったら三人称で書いた方がええやんって思ったわけです。でそう思うと一番しっくりきた、3回目の読み方が一番しっくりしたんですけど、あなたっていう語り手は本人なんですよ。穂賀さん、自分が自分にあなたって言ってる、これが一番しっくりくる読み方でした。
わかんないですよ、異論はあるかもしれません。僕はそう読みました。おそらくあなたって問いかけてる人は本人なんですよ。じゃあ一人称で書いた方がいいです。ええ、そこに僕は違和感を感じました。ここおそらく誰かが多分選考会で突っ込むとは思うんですけど、それを素晴らしいと突っ込むか、あかんでって突っ込むかわからないです。僕はあかんでって思ってしまったんで、この世の喜びをはここで消去しました。なので、まあ、本当なら2作受賞ならこの世の喜びは入ってくるかなとは思ってはいますけれども、もう今回は僕は1本に絞ります。はい、これ多分これ予想してる人またいないと思いますよ。あの美味しいご飯が食べられますようにの時も予想してた人いなかったはずです。僕とマイスさんぐらいやったと思うんですよね。あと多分みんな外してたと思うんで、はい、今回も外すかもしれませんけど、分かりませんけど、僕に自分に素直にいくと、グレゴリー・ケズナ・ジャットさんの開墾地が受賞作になると予想します。はい、選考会の方は1月の19日に行われるということなので、当たるも発見、当たらぬも発見ではございますけれども、またこれ外れても面白いんですよ。じゃあどう、みんな選考員の先生方どうやって読んだのっていうのは勉強になりますから。僕は5作品読んだ中で一番心に残ったし、一番そういう賞に値する作品だなというふうに思ったのは開墾地でございました。皆さんはどういうふうにね予想されますか。答えの方をね1月19日楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。